カークは第二次世界大戦におけるアメリカ海軍のベンソン級駆逐艦の一隻。艦名はスタントン・フレデリック・カーク中尉にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。カークは1941年6月30日にカリフォルニア州サンフランシスコベスレヘム造船によって寄港された。1942年7月18日に 中尉の母親であるフローラスタントンカク夫人の立ち会いを経て浸水し、1942年10月17日に CT シングルトンジュニア中佐の指揮下で収益した。カリフォルニア沿岸での成長後、アリューシャン列島での紹介及び護衛任務のため12月28日にサンフランシスコを出発した。ダッチハーバーを経由して1月9日にアダック島に到着し、 アダック島からアムチトカ島まで紹介を行った。1月16日、北極圏の嵐に見舞われ沈没した輸送船アーサー・ミドルトンとワーデンの生存者185名を救助し、アダック島へ移送、その後断続的な紹介を続け、3月4日にサンフランシスコに寄港した。サンフランシスコにて船体の補修を行った後、 大西洋の五層船団護衛任務のため4月7日にサンフランシスコを出港しパナマ運河系ユニテニューヨークに向かったカークは4月28日にニューヨークを出港翌日35隻からなる五層船団アグフマイナス8と合流しアルジェリアのオランに向けて U ボートの紹介を行いながら航行し5月12日に到着したその後5月19日に フランス領モロッコのカサブランカから西へ向かう船団の護衛として出航した。5月31日にニューヨークに到着し、6月13日にはさらなる護送任務のためメイン州とニューファンドランド州を経由してノーホークに向けて航行した。6月27日から12月6日までカークは米国と北アフリカ間の3つの護送船団を護衛した。 ニューヨークとボストンでオーバーホールを行った後、12月29日にノーフォークに到着し、1944年1月2日に太平洋に向かった。1月8日、第38駆逐戦隊体と共にパナマのバルボア港を出港し、戦艦ニュージャージー及びアイオワを護衛した。1月27日にエリス諸島のフナフティ島に到着し、2月7日にミルン湾の 第七艦隊に合流した。カークは6月12日まで、ニューギニア海域にて行動し、主に紹介、護衛及び上陸支援に従事した。5月27日の美白島への進行において、火力支援を行った後、美白島とフンボルト湾の間で護衛と作敵の任務を続けた。6月12日、美白島の南を紹介中、敵機が太陽を背に飛び出し、 無限の魚雷発射管基部前方の煙突の真後ろに爆弾を投下した。20mm 機関砲にて敵機を撃墜したが、爆弾は魚雷機質を爆発させ、いくつかの 20mm 機関砲を破壊、乗組員に散弾を浴びせ、船体中央の上部構造を損傷した。70名の死傷者を出したが、乗組員たちは復旧のために団結し、消火活動や、 救助活動の合間に、甲板に散らばった魚雷から弾頭を外した。カークは、美白島及びその周辺での2週間以上にわたる、度重なる航空攻撃で重大な損傷を受け、緊急修理のためニューギニアのホーランジアに、交代、6月20日に、真珠湾を経由して、アメリカへ向かった。7月31日に、サンフランシスコに到着し、 メアアイランド海軍造船所で完全な修理と改造を受けた。修理後、11月26日にカロリン諸島に到着し、太平洋での任務を再開した。8ヶ月以上の間、カークはルソン島から沖縄までの輸送艦護衛に従事し、リンガエン,ワンでの作戦では、第38任務部隊の補給部隊を護衛した。カークは、第十八駆逐戦隊の一員として、 2月18日に、第50.8任務軍と合流し、伊洋島での作戦中に補給作業に従事した。3月6日に、ウルシい干渉に戻り、4月1日の沖縄侵攻に備えて、第5艦隊の広報支援を行うため、第50.8任務軍と共に3月13日に、北上した。その後、第5艦隊、第3艦隊ともに、沖縄沖で、作敵。 航空警備、対戦水艦紹介などの任務を遂行した。主にウルシい干と沖縄間の補給船護衛に注力し、紹介中に多数の機雷を破壊した。6月5日、沖縄に向かって航行中、カークは90ノット以上の破壊的な風を伴った荒れ狂う台風に遭遇した。損害は警備であったためカークは紹介を続け、 8月15日に戦争が終わった際、沖縄からウルシい干渉へと航行していた。8月20日にウルシい干渉を出港し、カークはサイパンと沖縄を経由して日本に向かい、軽巡洋艦デトロイトを護衛して9月1日に東京湾に到着した。10月12日に真珠湾を経由してアメリカに向かい、11月17日にサンディエゴに到着したカークは、 17日に東海岸に向かい、12月11日にボストンに到着した。その後1946年1月20日、サウスカロライナ州チャールストンに移動し、1946年5月3日に退役テキサス州オレンジの大西洋予備艦隊に入った。カークは1968年6月に海軍戦籍から抹消され、 1969年3月に標的艦として沈没した。カークは第二次大戦中の功績により8個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。